ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンと、こんにちは、はじめ社長です。はじめ、はい。50年後の YouTuber 界どうなってると思う？50年後ですか？はじめはまあ78歳、親分が82歳です。どうなってるんでしょうね。ハロー YouTube。 まだやってるんだ。うちの孫がね、幼稚園卒業おめでとうみたいな人いたらすごいけどね。まあ正直わかんないですよね。僕はですよ、多分78ですよね。僕も過労というか働きすぎてはい、今日もおじいちゃんと撮っていきます。おじいちゃん、昔すごかったんですけどねっていうのは、まあ、あくまで僕らの予想なんですけどね。そうです、はい、予想なんですけど、今日はルックスだけでも我々のね、超本気の力で、うん、実は今日ショープロの特殊メイクのできる皆さんを呼んでいてですね、気分だけでもルックスだけでも50年後の僕らのね姿再現したいと思います。そして僕らの年老いた姿を写真で撮って、それをバカでかいトラックに印刷して渋谷走らせます。若者の街行きますね。気づいてくれるから、なんか やりすぎちゃうとなんかじいさんのトラックだと思ってたってなっちゃうじゃん。確かに。それをだから際どい、一応俺らって分かるギリギリのラインでやらないと損しちゃうじゃん。原型とどめつつって感じですね。え、あれ初めじゃ将軍っぽくねみたいな、とどめつつやりたいと思ってます。なるほどなるほど、はい、で今回これが実現したのもですね、はい、こちら。原田製茶矢吹田ブレンド。イエーイ、矢吹です。はい、こちらの原田製茶さんとのコラボです。これね、ティーバッグで、これ水出しで美味しい緑茶なんですよ。すげえ、ペットボトルにも入るんですね。飲んでみましょう。そしてすぐこれからメイクが始まるんでね。確かに。着替えと、いただきます。いただきます。あー、今出したお茶だね。美味しいね。本場の味が。じゃあ着替えていきますか。いきましょうか。まずは服選びですよね。はい、親分すごい多いですね。そうなんですよ、見てくださいこれ。なんかすごいでしょ、これ。ガチじゃないですか。そう、こっちはじめ社長チョイスね。こっち俺、これなんてもうほら、大阪の大阪のおばあちゃんとかもね、すごいチョイスがありますから。はじめはやっぱ緑の辺のこの辺だな。うん、ちょっと着替えていきます。はい。全然おじいちゃんじゃない、洒落てるシャツじゃんと思いきや、はい、このズボンの上げ方腰曲げるな、腰を。衣装決まりました。これね、顔が若いから今ちょっとなんか不審者感が出てますけど、メイク入ったらおじいちゃんだな。メイク次第でおじいちゃんですよね、これ。ご飯あらかゆる。こんなボケてる、ボケてるから。よし、じゃあ私も。あ、そうだ、親分も。女性ですか？これレディースおばあちゃんじゃないですか？バレたか。50年間で何があったんすか？今まで生きてきた年数より長いわけだから。そうですね、はい、もしかしたらもうおばあちゃんになってるかもしれないけど何か変わってね。そうです、そうです。まあでもやっぱほら、おじいちゃんおばあちゃんが飲んでほしいじゃないですか。まあそうですね、お茶はね。なので僕はちょっともうおばあちゃんでいきます。これでおじいちゃんおばあちゃんで、今もう二人ともほらこんなにイケメンですから、はい、うん、なんか全然もうおばあちゃんの感じしないって、もう一気にこれから、うん、やっていきましょう。はい、ブーンブーン。はい、それではメイクの方に取り掛かっていくんですが、メイク用具がすごいよね。めっちゃ多いですね、種類が。絵の具みたいなやつがあったりね、器具みたいなのも、うん、ピンセットとかまであるんで、ここで本当に2時間ぐらいかけてがっつり。これちょっとルールがあるんですけど、お互い鏡とか一切ないので、僕ははじめ社長の顔がおじいちゃんになっていくのは見れるんですよ。で、逆もそう。だけど自分の顔は見えないんで、完成したら 見よう。なるほどですね。どうして？82歳。78歳です。お願いします。お願いします。オールバックでかっこよくなってる。オールバックになりました。俳優さんっぽい。はじめ社長もカツラ。そうか。あ、はい。え、ハゲてる？ゴリゴリハゲてます。これでも買ってくらいハゲてます。一回ちょっと合わせます。あー、でもぽいぽいぽい。もうお茶飲むかね。すごいすごいすごい、餃子の皮みたいに。僕今どうなってますのこれ。真摯だね。めちゃめちゃオールバック。ニコリンにオールバックになって、
ってる気がする。やばいやばいやばい。やばいことになってる。しました。あれだね、これ自分見なくても大体想像つくもんね。やばいの来たな。やばいの来たっすね。あ、後ろ側に装着式なんだ、これ。あ、この頭が肌になってくるんだ。そう。ああ、こんな感じが。問題発生です。今何が起きてます、今。わかりません。何が起きてますよね、多分。いや、これ難しいんですよ、髪の毛をさ、そのゴムの中に隠して。確かに目の周りです。おお、すごいすごいすごい。本当？そうなの？すごい。あ、見れないからさ、俺こっちだけやってて。そっちだけ。おじいちゃんの、おばあちゃんの。おじいちゃん、おばあちゃん。想像以上に大変だぞ。多分最初のここが大変なんでしょうね。そうだ、頭が。確かに。あ、やば、私も近づいていますよ。本当ですか。待って待って待って、やばい。見ていいの？待って待って待って、すごいすごいすごい。あ、あ、どうですか。あ、目元。そうです。あ、本当だ。ちょっとなってる。本当だ。すごいすごいすごい。俺の方が早いからね、ちょっとね。もう、今、40年ぐらい経ってますよ。マジで？今、72です。スキンヘッドの人がこっち見てる。たるませる。視界の右の方になんかスキンヘッドの人が。ここ、外せたら…何かわかんないんですよ、ちょっと。やばいやばいやばい、それ。それやばいよ。取ってあげる。これでもね、ユーチューバーで人気になったと思うよ。長編のユーチューバーみたいな。逆にですか。これで走ってたら面白い。いやいや、もうすごいすごいすごい。誰かわかんないです、本当に。いや、お茶飲みましょうね。誰？すごいすごい、本当に。本当？よくないだろ、はじめ社長、ハゲてる部分も出てるから、そこ色を入念にやんなきゃいけないんだよね。確かに。俺、被るからね。ハゲ部分が多分。そう、大変そう。丁寧にやんなきゃいけない。どうすか、どうなってますか。言葉を選ばず言うとジジイ。めっちゃジジイだ。おばあちゃん早いね。こっち終わったよ。早いね。うん、じゃあ早いね。おばあちゃん、茶虫に行ってくるね。うわー、じいさんだ、やば。俺もそうなってんだもんね。やばいよ。いや、もうなんかね、おばあちゃんなんかね、でかいから威圧感あるじいさんだよね、なんかね。怖いっすか。ちょっと怖い。自分だと分かんなすぎて、本当にどうなってんだろう。なんか近所でいたらすげえ怖い。課金さんは結構優しそうなおばあちゃんです。よし、近所で駄菓子くれそう。2時間半経ちまして、それでは一緒に見ましょう。3、2、1、ドン。はい。うわー、やばーい。うわー、やばーい。うわー、やばーい。
なんで下唇を出す癖があるんだ。もぐもぐしてるおじいちゃんいません、たまに。なんか、いればがなんか、あの、噛み合い悪いんですかね。おばあちゃん、孫はまだかね。おばあちゃん、うちのじじいがうるさいんだよね。孫はまだかね。ほんとうるさい、さっき食べたじゃん。あ、そっか、うるさいね。あ、そっか、そっか。おばあちゃん、晩ご飯まだかね。あらっかい、あらっかい、やばい、中に髪の毛を感じる、やばい。あ、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。あ、また、またもう食べたね。やばい、やばい、壊しちゃう、壊しちゃう。ちょっと、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 いや、ちょっと、ちょっと、ちょっと、何、何、何が起きてますか。ここに、やばい、やばい、シワが、危ない、危ない。シワが、うん、めっちゃ面白い。すごい、すごい、いい夫婦だわ。シワこんな描かれてたんだ。すごいすごいすごい。これすごいですね。やばいね、これ写真いっぱい撮っときたくなっちゃうね。うわダメ。怖いじゃん、ほら。ほんとだ、なんか威厳あるタイプですね。そうそうそう、すぐ切れそう。何みんなこんぐらいで怖い、見下されるよ、みんな近所で。怖え。優しそうです、ね、優しいよ、私優しいよ。 YouTube 撮りましょう。俺は許さないぞ。わしは許さんからな。じいさん、じいさん再生数全然取れてないよ。いや、わしは許さん、そんなの。すぐ見れ、チャンネル登録せーなあ。で、この後は写真撮影ですね。はい、頑張りましょう。よし、ヒカキンさんかなみたいな、ちょっとあの興味を引く広告にはなりそうですね。なんかおかしい、うん、なんか違和感があるのよ。で、行きます。もう2枚いきます。190近い身長でこれでね、ラスト持ってきたら超怖いよ。すごい、頭のシミとか超きうまい。あ、いい、いいいいですね、いいですね、今のいい、これいい、これはもう、すごい。いいねやっぱいいね。すごい、ほんとバレイティおばあちゃん。絶対通らない、これ絶対通らない。寄り目してっから、もう。ポンコツ、ポンコツおじいちゃんだよ。あ、お茶だみたいな感じ。そうだ、あ、ありがとう。最後のやつやばかったよ、あの前傾姿勢だったやつ。なんかこれでやったらさ、渋谷でさ、怖いトラック走ってるやつ。バズりそうではありますね。時間制限あるんで。ばあちゃん、もう帰ろう。動画撮影10分まで。あ、これでばあちゃん、おうちんとこ帰ろう。はい、というわけで写真ももう、ね、100枚以上撮ったんで、ベストカットトラックのね、3面あるんですよね。そこに送って、トラック出来上がったらまた渋谷に行きましょう、はい、ということで、わかります、これチリン。僕らもう一回別の日にこれ同じメイクするんですよ。これ絶対そう、僕らよりメイクさんが大変なんで、まあでもトラック楽しみに待ちましょう。はい、おばあちゃん、おばあちゃん。
ブーンブーン。渋谷到着じゃ。渋谷か、おばあちゃん。そうじゃ。今停車してトラックを待ってるんじゃ。そろそろ来るらしいよ。うわ、楽しみじゃな。盆栽機。あ、来たんじゃない？来たかい？ジェイさん、わしらのトラック。ジェイさん、どうした？わしらのトラック。今止まってる。どこや？渋谷じゃ。人多いの。気づくのかなあれ。わしらって迷うかどうかが問題やな。よく通行人を見るんじゃ。あ、来た来た、すごい人がめっちゃ溜まってる時に来てる、ちょうどやばい。うわこれめっちゃ見てる、見て、すごい、ヤブキタブレンドだよ。うわやばい、やばい、これは感動だわ。うさわしら、やったな。やったよ、ばあちゃん。やりきったな、じいさん。ああ、この特殊メイクして 4,5 時間メイクしてやりきったの。やりきったわけだわ、本当に。いやでもね、みんな見るね。インパクトありますね。交差点溜まってるところをさ、なんてみんな見せたよ。確かにちょっとこの東京の街だとやっぱり異彩を放ちますね。ね、ただね、ちょっと本格的すぎるのとあまりに変顔してるから我々と気づかれているかはちょっと分かりませんね。Twitter とか見たら、でももしかしたらもう鋭い人はつぶやいてるかもな。やばかったな、嬉しい。なんか渋谷との違和感がすごかったね。すごいな。ね、巣鴨走るんだな、巣鴨じゃないかみたいな。巣鴨ですね、あれは。いつ来るんかね。さっき来たんだよ。ああ、そうかそうか。ボケてんだよ、じいさん。忘れとった。来たよ。おお。いろんなトラックが走ってんな。ただどのトラックよりもすごいぞ。どのトラックをも超えている。さあ来た。あっちがやばくないですか。みんな写真撮れ、写真撮れ。後ろいいよね、後ろもいいよね。かわいい。でけえ、でけえおばあちゃん、これ。じいさん、でけえ、これ。でかいよ、これ、おばあちゃん。やばいね、これ。すごいっすね。なんかね、久々にあんな嬉しい思いをしたよ。渋谷を走っていくとき、いろんなトラックいる中でね、明らかにね、目立ち方尋常じゃなかったから。いろんなトラックみんなこうなんか素通りする中で、うんっつって。若者の街にこれが走ってるっていうのがいいですよね。違和感が最高だよね。すごかった。いやー、やばい。にしてもよくこの写真で許してくれたよね。あの真面目なやつもあったんですよ、普通の攻めたやつで。じゃ後ろも行ってみよう。後ろ見てみたいです。やべー、ジジ、ダメでしょ、そんなことしちゃ。ダメやろ、ばあちゃん。そんなことしちゃ。歯引っこ抜いてやる。よし。やめろ、じじい。ばあちゃんに立てるしようかね。ちょっと柔らけんだよ、頭が。パサッ。クッション、クッションみたいな。これはいいですよね。これいいよね。ほら、ほらほら、こっちに行って。ほら。これいい、これはいいです、名作。これ特に名前も入ってないから、もしかしたらここだけだとんくらいだよ。で、気づかない人もいるのだろうか。木とかもすごいですよね、このちょっとした島とか。シミがすごいんだから。ラーメンじゃ。これは放送事故じゃ。これ大丈夫ですか。ちょっと待って待って。ほら一緒でしょ。特にはじめんじいさんはこれ一番危ないカットが使われとる。寄り飯とるんじゃ。これ大丈夫。
じいさんでこれできる人あんまいないよな。面白おじさんよ、もう、ね、ばあさんもね、いい感じのばあさんもいい、ほんと最高のカットが使われてて、特にはじめしゃちょーね、これね、使えないからって言ってる一番やばいカットがこれは使われないかなと思ってたんですけど、これは非常に優しい、使っていただいて、ほんと素晴らしい、何年経っても変わらない味、原田製茶株式会社じゃん。ブーンブーン、ただいま、ただいま、じいさんがもう壊れちまった。あ、ちょっとちょっと疲れたからね疲労がね、うん、じゃあこれ原田製茶ヤブキタブレンド、待っとったこれよ、乾杯乾杯、まあ、じゃあこれが美味しいんだよ、これが美味しいんだ。しみる、うん、ま水出しのね、この爽やかな、今本当に積み立てのような、うん、あ、うめえ。これを水出しなんだけどコップとかに移してレンジでチンして飲んでもホットで美味しかったり、うん、もちろんね、あのお湯で出してもホットでも美味しい。スーパーなんかで見かけたらぜひ原田製茶よろしくお願いします。お願いします。キジババモードオフ。うずしゃ、本当に美味しいですね。でも美味しい美味しい、いやマジで美味しい美味しい。それもね、帰りもね、あのトラックと一緒に車で帰ってきたんですけど、子供たちがママって言ってる子もいたしね、女の子にママよかったですね。いやもう最高の体験させていただきました、はい、でした。原田製茶のね、詳しい内容ぜひ動画の説明欄に載せておきますので、ぜひご覧ください、はい。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV、 そしてはじめしゃちょーのチャンネルのチャンネル登録もぜひ。その他わしら SNS もやってますので、フォローお待ちしております。フォローとはなんじゃったかな。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。だからどうしたね、ばあちゃん。じいさん、ファンキーになってもたか、ばあちゃん。わしは昔ヤンキーだったんじゃ。あ、怖いじゃん。じゃんけんタイム、行くのじゃ。最初はブンブン、じゃんけんポンじゃ。バイじゃ。登録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